ジミー・ボーンはアメリカ合衆国の白人ブルースギタリスト、歌手。1974年にファビュラス・サンダーバーズを結成して、1994年よりソロ活動を始める。弟は、やはりブルースギタリスト、歌手として活動したスティービー・レイ・ボーン。テキサス州ダラス出身。地元ダラスでギタリストとして活動した後、19歳の時にオースティンに移る。 1974年、オースティンで、ボーカリストのキム・ウィルソンと出会い、ウィルソンらと共に、ファビュラス・サンダーバーズを結成。同バンドは、クリサリス・レコードとの契約を得て、1979年にデビューアルバムを発表した。エピックレコード遺跡第一弾のアルバム、タフイナフは、全米13位に達するほどの成功を収め、同作からのシングル、タフイナフは、全米10位に達した。 また、ファビュラス・サンダーバーズでの活動と並行して、ジミーは、ジ定テス・ティー・ビー・レイボーンをはじめ、カルロス・サンタナやニック・ローの作品にも参加した。1989年には、ジム・マクブライドの監督によるジェィー・リー・ルイスの電気映画、グレート・ボールズ・オブ・ファイヤーに俳優として出演した。1990年、ジミーは、ファビュラス・サンダーバーズを脱退して、 スティービーとの共演アルバムを制作。しかし、スティービーは、アルバム発表前の1990年8月27日に、乗っていたヘリコプターが墜落したため指揮をしてしまう。スティービーの没後、ボーンブラザーズ名義で、リリースされた、アルバム、ファミリースタイルは、全米7位に達し、グラミー賞ではアルバムが最優秀コンテンポラリー、ブルースアルバム部門を、収録曲、D、 FW が最優秀ロックインストゥルメンタルパフォーマンス部門を受賞した。スティービーの死後、ジミーは、スティービーの未発表音源をまとめたアルバム、ザ・スカイズ・クライングを監修、発表。そして、1994年にソロデビューを果たす。1995年5月11日には、ジミーはオースティンで、スティービーの追悼コンサートを開催しており、BB キング、 エリック・クラプトン、バディガイ、ドクター・ジョン、ボニー・レッド等がゲスト参加した。1998年、ジミーが架空のバンド、ルイジアナ・ゲーター・ボーイズの一員として出演した映画、ブルース・ブラザース2000が公開された。2001年、3作目のソロアルバム、The You Get the Blues? 発表。同アルバムは、グラミー賞の最優秀トラディショナル。 ブルース部門を受賞し、個人名義では初のムラミー受賞を果たした。ありがとうございます。